ここでは確定拠出年金についいいいてて理解したただきたいと思いますまず年金の体系図で確定拠出年金の位置づけを押さえておきますと確定拠出年金は公的年金の給付に上乗せして老後に備えるものでほとんど全ての国民が加入することができますから国民年金や厚生年金保険の上の部分の話です。確定拠出年金には 企業が掛け金を拠出する企業型と個人が掛け金を拠出する個人型があります個人型の確定拠出年金はイデコの愛称でも知られていますこれらは60歳未満のほぼ全ての国民が加入することができて現役時代に掛け金を拠出して加入者がそれぞれの判断で運用して将来の老後資金とする仕組みです年金の資産残高は 個々の加入者ごとに個別管理されていますから加入者などが就職や退職や転職をした場合は年金資産を移管することができます。なお掛け金の拠出限度額は加入者の属性によって様々に区分されています。加入者の属性ごとの拠出限度額はテキストや画面の通りです。国民年金の第1号被保険者は 公的年金だけでは将来の備えが手薄なので国民年金基金の掛け金などと合算で年額81万6000円まで拠出することができます。なお、限度額いっぱいまで拠出するのは個人の勝手ですが原則として60歳まで換金することができませんから注意が必要です。次は確定拠出年金の仕組みについて。 企業型の確定拠出年金の加入対象者は企業型年金を実施する企業に勤務する従業員で必然的に国民年金の第2号被保険者となります掛け金は事業主が負担しますが規約に定めた場合は加入者も拠出することができますまた規約で認められれば個人型年金に同時に加入することもできます 個人型の確定拠出年金通称 IDECO は加入者自身が掛け金を拠出するタイプで60歳未満のほぼ全ての国民が加入することができますそれから確定拠出年金の老齢給付金は60歳時点で加入者期間が10年以上あれば60歳から受給することができて遅くとも70歳までには受給を開始しなくてはいけません受給の際には 年金か一時金またはその併用を選択することができます最後は確定拠出年金と税金について詳しくはタックスの分野で学習しますから現段階ではきちんと理解する必要はありませんタックスの論点の学習が終われば復習してください掛け金の課税関係は企業型年金で事業主が拠出した分は全額損金算入されて 加入者が拠出した分は企業型と個人型を問わず全て小規模企業共済等掛け金控除の対象になります。要は掛け金は全額経費になるということです。そして老齢給付金の課税関係は年金形式で受け取ると雑所得になって一時金で受け取ると退職所得になります。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。